おしゃべりピアス、きさらぎみよ編、いつかきっと。いつもすみません。でももう大丈夫です。少し休めば平気ですから、部長にそう伝えてください。恥ずかしいな。また演劇部の練習中に倒れて彼に運んでもらったんだ。体を鍛えようと思って入部したけど、やっぱり私には無理なのかな。あら、キサラジさん、また具合が悪くなったの？あ、先生、ちょっと演劇部の練習で。いつも思ってることなんだけど、あなた本当に大丈夫なの？演劇部って練習厳しいって聞いてるわよ。そうなんですけど。何かやめられない理由でもあるの？やめられないことはないんです。でも先生も知ってると思いますけど、私生まれつき体が弱くて、今何かしないと一生後悔する気がするんです。夏には日差しを気にせずに歩いてみたいし、海で思いっきり泳いでみたい、スキーにだって行ってみたいから。でもやっぱり。でも何なの？やっぱり私に演劇なんて無理なんでしょうか？そりゃ私の立場から言ってそんなことはさせたくないけど、頑張ってみたいんでしょ？はい。だったら精一杯頑張ってみなさい。それに最初からみんなに合わせるなんて無理よ。できることからゆっくりとやっていけばいいじゃない。はい、ありがとうございます。なんだか頑張れる気がしてきました。あ、そうそう、さっきそこで演劇部のことすれ違ったけど、彼心配そうにしてたわよ。え、本当ですか？やめたくない理由はそこにもあるんだ。え、あの、そんなこと。隠したって無駄よ。だって顔にそうですって書いてあるもの。何でも顔に出ちゃうタイプなのね。あの、でも私可愛くないし、友達もあまりいないから。そんなこと言わないの。演劇だって恋愛だって同じ。最初から諦めてたらうまくいくものだってダメになるに決まってるじゃない。さっき頑張ることにしたんだから、これだって頑張らなきゃ。そうですね、私頑張ってみます。そうそう、もっと自分に自信を持たなきゃダメよ。それじゃ私そろそろ部活に戻ります。あら、もう平気なの？何かあったら私に相談しなさい。いつでも力になるから。でもくれぐれも無理は禁物よ。はい、それでは失礼します。先生の言う通り頑張ってみよう。そしていつかきっと。